今日は7月9日です。はい、9日です。まあ9日ですよ。というわけでやっていきましょうか。はい、まあ、一応今日ポット下にマグロオイルをカレーだけ貼って、あとはそのおかずですね。まあいろいろ出てたんで、まあいろいろちょっとごちゃごちゃしてきたんで、ハーフボートにかかる前に、まあ、ちょっと、いろいろ整理をしないと、まあ何もかも立ち着かないぐらい散らかしますね。まあやっていきますか。まあ、もうちょっとこっちで冷蔵庫入れないとしんどいんですよ。ね、昨日の夜に、惣菜買って朝の分まで買って、朝凍結したらまあスパイスするぐらい、まあ、それから暑いんですね。夏の話で梅雨がまさかまさかの梅雨が過ぎてしまうと、梅雨までには絶対オープンしてるってことは言ったけど、まあどうだろう。はい、イグログです。で、まあ、この動画の冒頭にあったように、そろそろ冷蔵庫を入れないと、まあ、きついなっていう時期です。はい、でこれは、管理人部屋の壁を作ってますね。やっぱり意外とこの断熱材入れると防音効果っていうのが高まりますね。まあ一応中が一番だけはで、やっと客室と全部ふかし壁が終わりました。なんで次は外に行きたいと思います。外といえば、まあ、そろそろ部屋片付けたいんで、特に本なんですよ。本とか、あとはパソコンデスクとかももう入れたい時期になってるんで、あれっすね。まあそろそろ納屋を整理しだして、あとカーポートに作成入りますね。あとまあ蜂の巣ができてきちゃうんで、この間買ってきた蜂の、巣作り防止スプレーもあそこら辺重点的にできるんで、やっていこうかなと思います。そしたらまずちょっと開けますか、久々に。キッチンのあの風、これも下がらなきゃいけないんだけれども、まあ、ようやくこやつを整理しにかかるところです。ちょっと後ろがふやけてるから、これを変えていきますか。これでまあ結構取り留めのないことをやってますね。取り留めのないっていうか、あれっすね、いろいろもう処分しなくちゃいけないことっていうのが出てきてるので、それをやってますね。でとにかく戸棚とか、戸棚じゃない失礼、本棚ですね。で本棚の引き出しとか、あとは、うん、まあ寄せてあって納屋にぶち込んで使わなかったはずの家具が、まあ使えるんだなっていうふうに気づいたんで、それをリペアしつつ、まあ、プレイオープンを早くしなくちゃいけなかったので、まあ、プレイオープンに向けた、動きっていうものがかなり具体的になってきました。やはり、でも、捨てたものの方が大きいので、やはりそのね、個人的に思ったのは、リフォームするんだったら全部物捨てた方がいいっすね。で、全部物捨てて、床は全部剥ぐるんだったら全部はぐっちゃって、もうまっさらっていうか、もう構造材だけが見えるぐらい、何もない気持ちのいい状態にして、そこから構想っていうのは練った方が絶対いいっすね。あとようやく、ここ今本棚を
塗ってたりしてますけど、まあ、ようやくですね、いろいろなものが様になるかなっていう時の作業風景ですね。はい、はい、一応この白いのは台所のあそこビニール貼ったところに打ち付けるやつですね。はい、次は、まあ、もうそろそろウッドデッキ作るからちょっと白く塗りましょうか。あれ、もう一回ね。でもまあこう振り返ってみると懐かしいっすね。こんな時代もあったなって感じで、まあ、時代って言ってもほぼ何ヶ月前だ、たった 2ヶ月前か、たった2ヶ月前なんだなっていう、なんか感慨が湧いてきますね。こんなに散らかしてたっけなっていうくらい今は片付いてるっていうのが分かります。まあ、じかじさんはそこまでにして、これはですね、キッチン周りだったり、あとは納屋のね、使うか使わないかっていう、使うか使わないかの瀬戸際だったら家具とか、あと木の板とかですね、それをどうにかこうにかやってる感じですね。で、とにかくね、トタンがめちゃくちゃあったんですよ。使ってないトタンが。だから、これどうするっていうのが一番の、まあね、まあまあネックでしたよね。あ、でもなんかな、動画で今吹っ込んでるんですけどね、なんか見入っちゃうんですよ。自分一人でよくやったなって思うんですよね。まあ自画自賛ですけど、結局。でもこれ一人でやってみないとわかんないですよ。ね、買った初年度は、買って、現金一括で買って、すぐ出稼ぎ行っちゃったし、ここまでによくしましたねって感じ。はい。元気なくなったんで。はい。ここで終了です。まあ、一旦ね、これがですね、ウッドデッキの大引きになるものですね。何やったからまあいいでしょう。なんか目立ちが来るのが嫌だからまあいいけど、次がいい感じですね。じゃあ次は何しようかな。はーい、まあはいから入っちゃうけど、そうだね、 DIY でやっぱり気をつけたいっていうのは、もう作業工程を見据えてやるならやるで、その作業工程に対して絶対必要だっていう資材はもうガツンって買っちゃった方がいいっすね。で、まあ何が言いたいかって言ったら、やっぱりああこれがない、あれがないっていう風になって買いに行くんですよ。で、車の運転しちゃうと何もできないんですよ。車の運転以外。だからやっぱりその、何がここまでリフォームを遅らさせたかなっていう原因のうちの一つとして、そういう計画性のなさですね。やっぱり、電気が足りないとかっていうのはもう買いに行かざるを得ないんですよ。ビスがないとか。で、やっぱりそれっていうのは、その車を走らせたら、その車を走らせてる分全部ロスですからね。リフォームをする作業じゃなくて車の運転だけなんで、だからこれ痛いなって今思いますもん。で、実際お金が出ていく、お金がね、お金が出ていく、いくら出せば終わるのかっていう、正直不安ですよね。作業工程が進めれば進めるほど、あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていう風に出てきちゃうんですよ。本来やんなくてもいいはずの作業もしちゃってるんで、そこをまず考えることと、やるって決めたらもうやるって決めた上で、そのやるって決めた作業において絶対に必要だと思われるものはもうドンって買わないとダメっすね。やっぱりもう出ていくお金をケチって、その都度その都度様子見ながら物を買ってるっていうのが一番ダメっすね。まあ一応一部屋できましたね。はい、まあ、こんな感じです。はい、まあ、一部屋できたんです。むしろ一番最初にできるはずの部屋じゃなくて、ここが一番最後のになるはずの部屋だったので、これ一番最初にできるっていう、ちょっと面白い結果になりました。はい、
あとはやっぱりこの増えすぎた荷物をどこに戻すかですね、どこに保管するかなので、なんかとりあえずまあ明日からウッドデッキ作りますか。多分そこ、多分ここに荷物を置くスペースがあったらもう多分オープンできる。うん、やっぱりスペースを置くところが問題なので、あ、でも屋根がないか。納屋まで持っていくとなると、納屋もね、雨が降ると地面が水でぬかるんじゃうから、それもそれで物置として機能まだできないんで、まあそんな感じっすわ。まあ、これも塗ったし、まあいろいろ、やりました。なので、今日はこれくらいにしておきます。